ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員人牧野です。今回もビッグニュースが届きました。ナイキのエアズームアルファフライネクストパーセントがなんと6月2日に再発売になります。まあ3月1日の時はランナーも本当にレベルの高い人限定でしたけれども、今回もナイキメンバー限定ということで、どういった方々に商品が発売されるかっていうのは今のところ情報はまだ入ってきていません。ただ限定メンバーということになってくると、ナイキのね、これ LINE のアプリとかで情報を一つ入れておく必要がありますし、もちろんですね、登録を事前にしてそこから引き出すことが必要なのかなと思います。ですので、定価3万円、まあ、いろいろ高価ですけれども、もうすぐ来週、6月2日ですので、ぜひ LINE とかに登録してほしい方は準備して、まあ、もしタイムであればそれも何か準備しなきゃいけないと思いますけれども、ぜひ来週というか今週に情報があると思いますので、チェックしていただければと思います。今回は今日緊急告知でした。来週6月2日発売ですね。ナイキエアズームアルファフライネクストパーセント発売の情報をお伝えいたしました。また次回もお楽しみに。感想を教員人牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。